カワポンです。2月13日の入試日程のポイントになります。なお、これらの情報はカワポン資料1に入っています。偏差値一覧、帝国海部検定の詳細や3年間の試験者倍率も学科ごとにまとめています。調べる手間が激減します。ぜひコメントをご覧ください。さて、この日は文系の受験が大変多くあります。特に経済学部、商学部系統は大きな分散効果があるでしょう。ちなみに立教大学でも経営学部と経済学部の受験ができます。特に慶応大学の経済学部の増材が大きいです。最上位生はここを受験することになります。慶応の経済は数学科必須の A 方式は2024年に試験者が空増しています。数学の受験者が全体的に増加していることが原因かと思われます。早稲田の国際教養、青山学院の2学部では共通テストが必須になります。中央大学の商学部は英語外部検定が初導入となります。英検であれば受験空や講義に関わらず2150点あれば英語は免除となり、残り2教科での勝負となります。立教大学のこの日は選択科目は日本史と世界史となります。明治大学の文学部はとにかく選択する専攻が多いです。成蹊大学の経済学部は確実に穴場と言えます。参考にしてください。さようなら。